浮かぶカフェ。浮かぶカフェ。二千二十二年四月八日。こんばんは。癒しのアートポッドキャスト浮かぶカフェシーズンシックスへようこそ。カフェ店主の幸男です。 浮かぶカフェでは月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイディアみたいにぱっと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶことも、かなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。 ではごゆっくりお過ごしくださいラララのの皆様おはようございますこんにちはこんばんはおはようございますこんにちはこんばんはおやすみなさいおはようございますおはようございます長谷川徹でございますヤンでございます、えー、本日はですね あのー、実はですねまさに今日このこれを撮っているあーのが夜なんですけどもそのお昼にですねなんとすごいこの「浮かぶカフェ」史上すごく大きな出来事がございましたなんとなんとですねようやくマスターであるところの高橋幸雄さんに直接お会いすることができたんですね。 いやもう苦節何年？二年？ま二年二年ぐらい経つんですかね。二年も経たない？二年は経った？いやでも本当にすごい。なんていうんですか。もうもちろんねあのやりとりはしてますし、Zoom でね何回かおおしゃべりさせていただいたこともあったし、まあこの間はね舞台上では拝見しましたけれどもあのほ、ー 本当にきちんと生身でお会いしておしゃべりするのは初ということでですね。なんか第一印象としてはやっぱ何ですかね、本当にいるんだって感じしましたね。<laughs> あのなんかもう空想上の生き物みたいなやっぱり何て言うんですか、まあもうね今やズームでおしゃべりする会議する飲み会するみたいなのは当たり前のことですけども、やっぱりその 3D で見るっていうのは全然違いますよね。あの。 二次元で見るのとやっぱ立体でこう人と会うっていうのは全然違うなってやっぱ改めて思いましたね。こう実際の大きさとかなんかこんな言い方おかしいかもしれないですけどやっぱ大きさって言うんですかその本人の大きさも骨格とかねあとはその奥行きみたいなものですかその体のねそもそもっていうのがあるだけでもやっぱり全然人間だっていう感じするんですよね。 もちろん人間なんですけどやっぱそのまあもちろん Zoom で会ったことあるみたいなのが今よく言いますけどやっぱ会う本当に会うか会わないかっていうのは全然違うなって気がしましたねあのはいそのえっ、ー、とマスターのねこうお忙しいところの隙間を見つけてなんとその本日まあその今おしゃべりしてるこの日実はもうマスターは東京にいなくてですね今この時はですねもうそのその日にちょっと新潟に公園に 行かななきゃいけないといけととうことでですねちょっと移動日なんですけどもその隙間を縫って会っていただきましてですねちょっとこう上野,あ言っちゃった上野です、はい、<laughs> 上野で会いましてですね、あのー、ちょっと散策というかですねちょっとデートさせていただきましてですねいろいろと私があんまり詳しくなかったもんで、あのー、ちょっといろいろ案内していただきましてですねいろいろとこう。 何喋りましたかねなんか結構コロナ禍のことがどうとかあのーまあ、もちろん共通の知り合いであるとこの運さんのことがどうだと思うんだねあのー、あとはなんかいやなんか特に何かのことについて一つのことについてめちゃめちゃ喋ってたってわけじゃないんだけどこう取り留めもないことをずっとお話ししてましたね。 なんかとはいえその別に会えなかった時間をこう埋めるようにっていうよりかは何かこう本当になんか自然とこう喋ってる感じですかかねなんか僕って結構自分から話をこう振ったりするのが苦手なんですけどもマッサがずっと基本的にはあの話題を提供してくださっててずっと終始本当にずっとしゃべってあのもう最後の最後の桜を見つつあのいろんな。 えーとなんだろうなあ、まあ、美術館的なことだったりとかあのお寺みたいなことだったりとかあとは路地裏みたいなところを見つついろいろおしゃべりさせていただきました。ねえ本当に会えてよかったです本当になかなかねこういうことがすごい大事っていうかこう貴重な。 ことにになっっててきているのでで本当にありがたかったかすねで、あのー、ちょうどお昼間だったんでちょっとご飯を食べさせていただいてのそれも、あのー、マスターの行きつけのお店というところでですねでそれが、あのー、今日はですねそのとってもいいお店でですねあのー、なんかすごい本当に一見すると、ま、なかなか見つけるの難しいぐらいな知る人ぞ知るお店って感じなんですけどあのお姉さまが1人でやってらっしゃるお店で。 でメニューがまあ1つか2つぐらいしかないんですけどもなんかそのお野菜のやつと日替わりのなんとかみたいなやつで、ね、それがもう本当に可愛くてですねそのお野菜も美味しいし可愛くてあのー、なんか言うにはマスターが言うにはそのお姉さんがその日に作りたいものだけ作ってるらしいんですよ。なんか 思いついつたものなんかと決まったメニューがあるわけじゃなくて思いついたものを作って,てこれをこう作りたいからこれを作るみたいなその創作料理みたいなものをやってるらしくてで今日はちょっとそのあんまり素敵だったんでそのご飯のお写真を撮ってですねそれをちょっとまあホームページにも上げてもらおうかなと思うのでそれを見つつ今日僕はそのお店のお歌をね歌いましたんでそれをちょっと聞いていただきたいなと思います。お写真を見ながら ぜひあの聞いてください。それではどうぞ。<music>

はいありがとうございましたあのー、お写真見ていただくと分かるんですけどすごいサラダとかもお花がちばめられててだけどそれが何て言うか,あんか全然着飾ってる感じっていうよりかは本当にこれめちゃめちゃいい意味ですよめちゃめちゃいい意味であの道端に咲いててかわいい感じのものをそのまんま持ってきてるみたいな、あのー、サラダとサンドイッチとあのレモンケーキのあれ シャワシーンだと思うんですけどその本当に道端の何気ない可愛さをそのまんま食卓にあげてるような感じっていうんですかなんか全然派手じゃないんだけどそのままの美しさがそのまんまご飯になってるみたいな感じがあってすごい感動したんですよね。あのー、なんかこう先日長野に行ってからその自然体で生きるっていうことどういうことかっていう。 人間ってどれだけ不自然にに自自然然逆らって自然を区切って生きてるのかっていうことをちょっと思うようになってきてそういう中でその作りたいものを作って提供していってくれてでそれがすごい派手じゃないんだけど美しいっていうのすごいいいなと思いましてあのそういった部分をちょっと歌にさせていただきました。ででななんかそれっててすごい見た目が可愛くて自然な感じで でそれがもうそれを食べればその食べたもの自身が綺麗になるような気持ちになるっていうかなんかそれってでも自然の営みの流れに沿ってるような感じに近いなと思ってそれすごいしかもそれってめちゃめちゃ特別なことじゃなくて自然に生きるってことに関しては当たり前のことなんじゃないかなと思うのでなんかそういうところになれるとすごいいいなというそういう感動の歌でございました。 こ,れなここまで言っといて店の名前言ってないんですけどなんかここまで言っといて店の名前言っていいのかなみたいなのをちょっと思ってるのでもしよければああの公表しますお店の名前はいあのちょっとマスターに確認取ってからにしたいと思いますはいというわけでございましたはいなんか今日はそんなに長くなるつもりなかったのにもう10分経っちゃった申し訳ない、はい、ではでは今日はこのくらいにして引き続きリクエスト 感想をお待ちしておりますのでぜひよろしくお願いいたしますそれではまたお会いいたしましょう長谷川徹でしたヤンでしたヤンさんへのリクエストは e メールアドレスうかぶ cafeatgmail.com ukabucafeatgmail.com または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えてヤンさんに歌ってほしい言葉や文その他さまざまなお題をお待ちしております常連の皆様への ファンレターもぜひお送りください、えー。というわけで「写真を参照しながら歌を聴いてください」というやんさんのコーナーだったんですけれども、えー、このレストランちょっと本当は。 写真はなるべく撮らないでねというそういうお店なので、えー、そうですねちょっとそこにも確認を取らないといけないので、まあ、まずは載せないいでおこうと思いますでどういうお料理だったかといいますとそれを私がこれから口でちょっと説明してみたいと思います。えー、まずサラダはお花畑みたいになってます。上に食べらられれるお花が散りばめててまして でちょっとこう柑橘類のドレ,レッシングになってます。非常に爽やかな春らしいい品でございますでそしてヤンさんが召し上がっていたのはなんかサンドイッチだったんですけれどもこうちょっと細長いパンをこう切ったところになんか鶏肉かなんかが挟まっているんですがそこからなんか生えてるんですよ。 畑でそこからこうまあ何か見たこともないとても美味しそうな何か柔らかい植物サラダの芽みたいなやつが生えてましてでなんかそこに花も咲いてんですよ。なのでなんかまるでこうそこに挟み込んだというよりかは最初からそのなんかバンとそっから芽が出てるやつが。 こう多分畑かかかななんんで育ってんじゃないかってそれをこの店主その,そのレストランの店主の方はなんかその収穫してきたんじゃないか育てて収穫してきたんじゃないかっていうそんななんかとても可愛くて美味しそうなものだったんですよ。さてヤンさんとのミーティング初ミーティングということで初会合いやすごい楽しかったんですけれども今思うとなんか録音しとけばよかったなって思うんですが。 もうなんかそうですねそこでずっとダラダラ散歩なんかをしましてえところが最後の15分間ぐらいはって新幹線の時間に間に合わないっていうことがだんだん分かってきましてえもうそこからは何ですかねもう映画の1シーンみたたいでしたえ上,野ここ上野駅のコインロッカールームのところに私巨大な荷物を置いてあったんですけれども。 そこまでんさんも一緒に来ててくださってでもものすごい私が突然早足になりましてえそれでしかもコインロッカーの部屋に入った途端もう時間がほとんどもうそうですね新幹線発車まで15分は切ってたと思うんですけどあのどのロッカーに入れたか分かんなくなっちゃいましてえっってまあなんかカードみたいなカードっていうかレシートみたいなやつは手にしてたんですけれどももう 慌てままくりあのこう一応こう IC カードっていうやつで入れてますのでそれをピッてやるとこうなんか本当だったら鍵が開くんですけれどもそうですねなんか2か所ぐらいやったんですけどこれじゃないっていうこれじゃない違うやつだっていうのが出ましてえー、どこ入れたんだっけっていう感じででそんな時もヤンさんは非常に冷静にですね「社長さんこっちじゃないですよ」 J じゃなくて M です!」みたいな感じでこう誘導してくださいましてでついにこうそれを発見してでも取り出して「えー、あのコロコロっていうかリールあのついてないやつなんですか?」とか後ろでヤンさんが叫んでる声が聞こえて「ついてないんです」とか言いながら巨大な荷物を肩にかけましてね。そしてもうこうこ さよならを言う時間もほとんどないぐらいな感じでそのまま私は改札の中に駆け込んでいったというそういう感じですね。なんかその荷物はまあ人生の重荷っていうのをこう具象化して目に見えるようになったらまあこういう形だろうなっていう重さと形状のものなんですけど、まさになんかこうすべての宿 <laughs> 図がそこにあったような気がします。いやでもそれにしても楽しい会合でした。 また次回はそうですねあそうだそれからあの使いかけの醤油の瓶を渡すのを忘れました矢野さんえ今度また機会があったらそんなものを渡したりしたいと思います。なんてことを考えている実はこれえ金曜日じゃないあそうだ金曜日の朝です。 えー、そしてこのレストランが一体どこにあるのかなんていうレストランなのかということに関してはこれも公表していいのかちょっとわからないので、えー、ヒントが歌の中に隠されているとだけ申し上げておきましょう。分かった人はラッキーさてどううでしょういやーなんか今明日の新大仏公演の準備が。 砂丘間で終わりまして。今、大倉宏館長と縁側で。コーヒーを飲んでおります。はい明日、本番楽しみです。なんか、あの、いい天気になりそうで。庭を流してもらえるということで、信頼流しをしてもらえるということで。すごくいい。なんて言いますかね、情景というか、光景が見れそうで。 ワクワクしますね、はい、あなんか電話が来てししままいましたちょっとここであよかった電話が来ましたけれどもなんかテレビ局の取材が来るというようななんかいい電話でした <laughs> いやすごいでもこの砂丘感はやっぱり私大好きなんですけど、はい、ちょうど今梅がね、えー、っとまだ梅が咲いててちょっと散り始めてるけど。 公園の時も少し花が見られそそううでですねそうですね、はい、なんか本当にこんなポカポカこの <laughs> こんなところでコーヒーを今飲んでいる <laughs> <laughs> あなんか素敵なスペースっていうか素敵な場所なんでぜひ皆さんもまだちょっと2日目の方に、ね、4月10日の方に10日の日はまだ若干余裕がありますのでお電話して申し込んで来ていただけると助かります。はい、はいはい ぜひぜひおいてくださいぜひぜひおいてください、はい、ではってじゃあもうちょっとまったりしていきます桐竹本富こと富んのぷかぷか温泉ひとりごと皆さん お元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして、誠にお気にありがとうございます。ねえ。桜も満開ですね。はい。あのー、満開の時ってなんか鼻の芯がピンクになって、えー、桜自体が。 綺麗な桃色になるっていうのを、えー、ニュースで聞いててあそうなんだといまつながら初めて知りましたはいえー、今はですねお風呂上がりに「ぷかぷか」を録音しておりますはーいえー、ね 公もあのねあの僕今朝の連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」にハマってるんですけど悲しいことに今週で「カムカム」が終わってしまいます。あの「カムカム」の数になるんじゃないかって今から心配なんですけどで。 えー「カムカム」の主人公たちがですね NHK のラジオ講座でですね英語をマスターしたというねなんかね経歴の持ち主なんですけど、えー、僕もですね英語が全然しゃべれないので今回ですね「基礎英語レベル2」というね4月4日からね新開雇されるやつの雑誌を買って でラジオで、A、カードを録音してはい昨日と今日とやっております結果から申し上げますとむっちゃ難しいですはい、えー、ついていけないですはいもう知らない単語だらけでかなり後悔してますねえ あのー、僕ね実は中学校の時にあ,あのーまあ、小さなねあのそのまあ山口県の小さな町で育ってるんですけどそこでね中学校の時にあの英語塾にねだけは通ってたんですよ。まあみんな通ってたんですけどあのー、学校の英語の先生がすごくひどくて発音なんかもう本当にめちゃくちゃだっていうのが。 英語を知らない私でも変な発音だなっていうあの「This is a Ben」のあれですよそんな感じでまあそのねの英語の勉強っていうかあのねその塾の方は結構ちゃんとまだまだ先生で結構なかなか面白い先生だったってことを思い出しながらねそんな風に英語塾も通ったのに。 全然英語が喋れないというね悲しい現実、はいね、今日でもなんかねいろいろ出てく,出てくるんです p l e プレジ r ーとかですねあのえ何これえっエスペクエスペクシアリー <laughs> ダメだもうもうここでずっと単語で撮影し,してますよね 中学校の時にマイプレジャーなんてどういたしましたなんて習いました皆さん。ねえ僕の記憶では習ってないですよ。ねえだから今はやはり、えー、ね幼稚園とか小学校の時から英語を習うのでねだいぶ僕らの時の英語とね レベルが上がってるんじゃないのかなと思って。でもとりあえずとにかくリスニングっていうか、まあついていけなくてもまあ、録音するので、まあ、なんとか音だけでも聞いて続けたいなと今思っております。はい、とりあえず、えーえー、これで一旦録音を終了します。はい。プカプカ温泉の。 次回かあのー、ね英会話を勉強してるっていう話をしましたけどまああのー、本当に難しくてであのー、どうしたらいいのかなって思ったんですけどもう恥も捨ててね もうちょっとレベルを落として勉強しようっていうことで私小学生の基礎英語のテキストを買いました。はいね、あの今日ねあのネットで買ったんですよあの。本屋で探したけど売ってなくてでネットで落としたんですけどね。いやーこれもでも結構。 こうレベル高いですよ。ざっと見たんですけど、うん、ねえ、あの、なんとか、頑張りたいと思います。声が小さくなりました。はい。えねえ、あの、公演、はい。 無事に勤めております。はい。まああの？逆も。試行錯誤しながらやっております。撤退と言って。左雷使いとかにも。苦労しながらやっておりますけど、うん何とか頑張っております。 あの今日ね「東京の台所」えー、っと本を読み終わりました作家はね大平和生さんって言ってマイセストなんですけどこれのね僕ねなんか彼女が書いて2冊目の本を読んですごくハマってしまってまああのー。 まあ、東京の台所っていうから東京に住んである人の,、まあね、あの台所を取材する、まあ、取材して鍋屋圏も取材してでそれをま,あまとめた本なんですけど結構ねその台所って人生観が出るんだなと思って、うんあのうん、感心しながら読んでますね。うん だからうん、何が言いたいんだろう、うん、そういうこうあのすごく日常生活というかあのそういうところに人の営みというか生活感というか、うん、そういうものがあのにじみ出るというか溢れ出るんだなっていうのを。 思いますだから僕の東京のアパートの台所はどうなのだろうとか思いながらねまあコロナのせいでねえちょっと自炊を復活してるのでうんまあ今度東京に行った時もなんかまた新しい料理が 一品でも作れたらなと思っておりますはい、なんか全然内容のない話になりましたけどはいまたねはい次回につなぎたいと思いますじゃあ皆さんお元気でお過ごしください。山田雲の ラジオ舞踊。こんばんは、山田うです。4月になりました。私はですね、4月の3日に、東京芸術劇場のプレイハウスで、一つ舞台の幕が開けました。中島ロモさんの作品の バ、えー、ルコステージ「子どもの一生という舞台です、えー、今月の28日まで何事もなく突っ走っていけるといいなって思っていますねこの「子どもの一生という作品は、えー、90年に、まあ、32年前に生まれた作品です演出のジツさんが生前交流のあったラモさんに じきじきに描いてほしいとお願いをして生まれた作品なんですすごく面白くてもう笑っちゃうところともうすっごく怖くて震えるところがありますもう最高ですジェットコースター乗ってるみたいに全然悲しくないのずっと楽しいとかでもないのもうなんかうわーっていう わーへえとかって言ってる間に終わっちゃうような本当にもう笑ってたのに怖くなったりっていう揺さぶられ方をしますなんかね体がこう感情の起伏がどうとかじゃなくって感覚的というか神経にそのまま届くようなそういう内容ですねだからあの悲しくないからすごく楽しいです えー、そしして俳優陣がでですすねもう素晴らしいです世代も様々だしみんないろんな声やいろんなあの質を持った人間らしい人間なんですよね皆さん俳優さんたちってもう稽古は本当に楽しかったですね本番ももちろん楽しいんですけどこうお稽古のプロセスもすごく楽しかったなって今思います でもこれでねお客様の目に触れてどん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 変わっていくのがまたこのロングランのお芝居の面白いところですから、えー、私も何回か足を運ぼうって今思っているところですでですねあのカンパニーのダンサーも5人ほど出ているんですよ、えー、この5人のダンサーたちは、まあ、踊りを踊る時もあるんですけど踊りっていうよりも、まあ、そこにあの存在しているあの人たち 人なのか空気なのか、うん、何なのか、うん、いろんな形になって、えー、舞台の中にずっと住んでるようなそんな人たちですもうあのダンサーたちの立ち姿は俳優さんのセリフを届けるところにきちんとこうつながるように、えー、組み込んでいきました 言葉がしっかり伝わるような、えー、サ,ポートサポートって変ですね、えー、世界観が伝わるような俳優の中がわっとこうお客様の方に届くような存在としてその影のように存在するにはどういう影だったらいいんだろうってことをすごくこう考えながら振り付けというかステージングをしました。 とても楽しいですね、うん、なんか人間の一つの動きが誰かの動きに直接関わ,関わってるわけじゃないんだけれどもでも実は関わっているようにつな、えー、がっているように、えー、サブリミナルのようにこう伝えることができるんですね。そういういこととをずっと頭のの中で考えて実際に、えー、体の 置き方を振り付けするのはもう最高に私は楽しい仕事なんです。えー、そんなダンサーたちの活躍も見てほしいなって思います。この公演は大阪にも五月に行きますので、えー、関西に住んでる方にも見てほしいなっていうふうに思っています。そんなこんなで、えー、あっという間に。 4月5月が終わるんだと思うんですけどそう世界中にはいろんなあの悲しいことが多いですね身近なとこにもありますけど、うん、でもこれを悲しいっていう感情に溺れてしまうだけで何もできなくなってしまうのももっと悲しいことなので何かもっと自分の活力や神経をしっかり使って えー、いい佇まいをしながら日々を過ごしていきたいなと思っていますその自分の佇まいが誰かの背中の誰かの影にあることで世界は変わる変わるのではないかとあのなんかそんなことを割と思ってしまうんですよねうん 具体的に何ができるのかっていうこともあるんでしょうけどねまずは何か自分の体の向きとか立ち方とかでも変わってくる世界があるんじゃないかななんて思っていますまだまだね東京は桜が綺麗だし今は本当にね外を歩くと気持ちがいいそんな季節ですそれではまた それでは浮かぶカフェまた次回のご来店をお待ちしております